はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、つむつむの動画になりますけれども、過去のね12月の、ガチャ新つむをですすいません、紹介していきたいと思います。はい、で、まあ、以前ねちょっと軽く、スケジュール紹介しましたけれども、まあ、基本的にこんな感じで流れていくんじゃないかなと。新つむ来てセレボピック、第2弾新つむセレボ確率アップ、第2弾ピック確率アップみたいな感じですね。まあ、ちょっと12月なんで特殊な感じに流れる形もあるかもしれないんですけども、まあ、基本的な流れはこんな感じというところになっております。で、12月の新積み予想は、まあ、自分のスターウォーズとか、あとクリスマス積む、あと喜び悲しみとかインザヘッドでしたっけ、ちょっとあんまわからないですけど、まあ、このね、あの積むさんの積むが来るんじゃないかというところと、まあ、あとはエルサ系ですね、はい、が来るんじゃないかと予想しております。ということで、ここから過去の12月のガチャ新ツムをね紹介していきたいと思いますけれども、まずは去年超激アツでしたよね。もうちょっと拡大しようかな。え、ちょっと待ってこんぐらいがいいかな。はい、まあ、まずね、新ツムがそもそも強いよね。アドアナ、あと最高指導者カイロレン、あとは、まあ、ジェダイトレーニングレーンも強かったし、まあ、そもそも新ツムが超強かったというところですね。で、ピックアップガチャなんですけれども、まあ、スターウォーズ新積む来たんで、皆さんね、ジェダイルーク来るんじゃないかと、めちゃめちゃ、期待したんですけど、なかなか来なくてですね、まずは第1弾として、ピックアップガチャがね、来ましたけれども、スターウォーズとして、中身は最低で、レイ3体、カイロレン3体、BB8 3体、チューバカ3体、R2D2 3体、C3PO 1体ということで、まあ、パッとしないね、ラインナップ。決して強いツムがいないと。まあ、スキッチ系回収用のピックアップガチャだったかなという感じですね。で、第2弾のピックアップなんですけれども、こんな感じです。で、自分ね、ここで初めてね、なんだっけ、何これ。マリ、おしゃれマリ、なんだっけ、名前忘れた。これ手に入れたんですけど、まだね、受け取ってなくてね、一回も使ったことないんですけども、まあ、ボムミッションで超優秀らしいですよね。まあ、ちょっとね、次復活したらちょっと動画とかも撮りたいと思うんで、受け取っちゃおうかなと思うんですけど、はい。という感じで、曲付きのね、マリが復活しましたというところですね。で、内容としてはね、まあ、基本的に、クリスマスということで、まあ、サンタジャック、ホリデードナルド、スクルージ、ホリデーオラフ、クリスマスミッキー、まあ、クリスマスシリーズですね。ということで、これね、中身ね、マジで、ずっと同じだったんですよ。俺、記憶に新しいよ。俺、去年、この、過去12月のやつ調べてさ、やったけど、俺、3年、4年連続でこういうピックアップ来てるんで、まあ、今年も来ると思います。はい。まあ、ラストショーがスキッチ系だったら、引く価値あるかもしれないけれど、まあ、基本的に、曲付きだったら引く価値ないと思いますので、はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、ただね、スクルージ2体は、まあ、結構でかいかなと思います。で、セレボは、なんとね、ユキエルが来ているということで、まあ、アナ雪2がね、11月の後半にね、来て、で、まあ、12月が、まあ、アナ雪一色ではないな。スターウォーズも来たんで、まあ、一色ではないですけれども、すいません。まあ、アナ雪が来たと、いうことで、ユキエルが復活ということで、あとはね、バーアナ様、オラフ、サプライズ、エルサ、フィガロ、ワンダランド、アリス、アーロ、オラフ、エルサ、アナ、スベン、白雪姫というところで、まあ、ユキエル以外は弱いかなと。まあ、サペルがスコア出しで、まあ、多少使えるぐらいで、まあ、ユキエル以外は、微妙ということでね、まあ、第1弾のセレモがこんな感じというところです。で、第2弾はもっと微妙でですね、はい、こんな感じです。で、自分、ホリデーベイマックスの、スキルを上げたくて結構頑張ったんですけどね、引かない方が良かったなと後悔しました。まあ、それが、まあ、三が日のね、セレボ、まあ、ジェダイとかいろいろ復活したんですけども、まあ、自分は、多分みんなこれ誰も引いてないんだけど、俺はね、唯一引いたんじゃないかな。唯一ガチャ動画出してたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ペリウィンクル、ウィンターベル、ホリデーベイマックス、バネロペ、ゴキゲンプ、クラリス、ランピー、ドリー、ティモン、ニック、ナラ、パッチということで、まあ、強さ的には、ホリデーベイマックス、バネロペ、まあ、ウィンターベルら辺が、まあ、多少強いかなと。ウィンターベルがノーアイテムでスキル1でめちゃめちゃ稼げるっぽいっす。自分はもう、
これを手に入れる前にもう時代力とかいろいろ強いの持ってたんで使わないですけど、はい、ということで、まあ、2019年はこんな感じです。2018年をね見ていきたいんですけども、まあ、シュガーラッシュとねチップとデールから、まあ、新ツムが来ているということで、まあ、バネロペがねこの時はね強かったかなというところです。でこれピックアップガチャね、第1弾、はい、先ほどとほぼほぼ同じですよね。あれにねちょっと追加されてただけなんで、はい、まあまあしょぼいと。まあでもこの時はねスキッチ系だったんでラストショーが、まあ、まあ引かざるを得なかったかなというところです。で第2弾は、めっちゃ詰められているということで、でもねこの中にシンデレラがいるんですね。はい、で全部プリンセス系なんかな、これよく見るとプリンセスじゃない、みんなプリンセスじゃない、俺今気づいたけど全部プリンセスですね多分。はい、ということで、普通のプリンセスが全部ノーマルプリンセスが入ってきた感じなんかな。まあ、デレラが入ってて、まあここがね月地区だったらめちゃくちゃ熱かったんですけどね、まあ、デレラ上げない方はまあ必須だったかなと思います。45までいきたいというところですね。でセレボ情報ですけども、セレボ情報やべ、先に第2弾来ちゃったんですけども、まあ、ウィンター、オーロラ姫、ジュディ、パイレッツ、スティッチ、フリンライダー、ディビッジョーンズ、パッチ、ワンダーランド、アリス、レックス、パイレッツ、クラリス、マキシマス、アラジン、オラフということで、超引く価値のない、はい、スルー。次、ホリデー、ベイマックス、あ、ホリデー、マリーだ、名前。ありがとうございます、教えてくれて。そう、ホリデー、ベイマックスがまあ強いかなというところなんで、まあ、ホリデー、ベイマックス以外はもう本当に弱い。ホリデー、オラフ、ロマンス、ヤジュ、ホリデー、ベイマックス、ルミエール、ホリデー、ドナルド、ティモシー、ホリデー、マリー、王子、フェアリコとマザー、なら、マッドハッター、フィニックというところですね。で、2017年。はい。一応ね、2017年までね、振り返る予定でございます。で、まあ、それはなぜかというと、まあ、2017年まで、2017年12月からですね、セレボが開催されておりまして、まあ、セレボが開催されている年のみ振り返ることにしております。はい。まあ、それより前もね、情報はあるんですけども、まあ、一応自分的には、まあ、長くなってしまうんで、ここら辺でね、やっております。で、新ツムとしては、ホリデー系ですね。ホリデードナルド、ホリデーベイマックス、ホリデーマリー、あとは王子と、あとは、なんだ、ハッピー白雪姫か。で、ここをね、ちょっと特殊で、大晦日に、大晦日前かな、アイドルチップとアイドルデルが出てたというところで、ここで言うと、まあ、ホリデーベイマックスが強かったかなと。で、またね、スターウォーズということで、ピックアップですね。まあ、映画の関連なんで、あれなんですけどもね、まあ、基本的にやっぱり12月はスターウォーズ月間というところがありますので、まあ、今年もね、期待できるんじゃないかなと思います。で、中身はね、レイ2体、BB8 3体、レイヤ姫、カイロレン、チュバッカ、ルーク、R2D2、C3PO ということで、まあ、レイヤ姫がね、ここで初めて復活したんかな。はい。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと持ってない方にとっては結構ね、レアな、ピックアップガチャだったんじゃないかなと思います。で、第2弾ピックアップガチャはもう見覚えのある。これはね、その2019年と全く同じ内容です。はい。ね。見る価値ないでしょ。で、セレクトボックスですね。この2017年12月からね、セレクトボックスが開催されましたけれども、まあ、初期なんでね、超弱い。ロマンスベル、ワンダランドアリス、キュートエルサ、クラリス、ロマンスエル、ベル、トリトン、マリー、ピノキオ、ベイマックス、パスカル、ジェシーということで、引く価値がねーということで、第2弾はね、ジャック・スパロ、ベイマックス 2.0、ゼットパック・エリアン、マックス、スカットル、ジーニー、エルサ、エンジェル、メーター、ロッツォ、ハートの女王、フェアリコド・マーザーということで、まあ、ここもまあ、大して強くないかなと、ジェットパック・エリアンがまあ、スコア、積むスコアが高いぐらいかなと、いうところで、まあ、3年分か、はい、振り返りましたけれども、まあ、これをもとにですね、またいろいろ、セレクトボックスとかピックアップガチャのね、予想もしていきたいと思いますので、はい、まあ私の予想結構当たる、最近かなり当たってますので、はい、お楽しみにしていてください。
はい、まあ、そんな感じで、まあ、まだね12月の新ツムの、情報は来ておりませんけれども、まあおそらくここら辺かな。なんかあれ、じゃあこっちで11月なんで、まあ今25なんで、まあ、あ、27に来るんじゃない、早くて。はい、まあそんな感じなんで、まあ新ツム情報聞き次第ですね、またリーク情報、展開していきたいと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ